はい、それではお待たせいたしました。次のセッションは、ゆきよさんになります。TBD のまま。TBD? TBD ってやつ、タイトル何かなと思ったら TBD ということで、では TBD よろしくお願いします。はい、こんにちは。皆さん、こんなとこ来てていいんですか？隣のセッションで面白いやついっぱいやってますよ。まあ、松本です。よろしくお願いします。TBD ですね。まあ、大体 to be defined っていう感じなんですけれども、こう皆さんね、ヤプシーすごい競争率高くてですね、ヤプシーにこうサブミットしたとかですね、リジェクトされたとかいう話をこうあちこちで、特にツイッターとかで見聞きするんですが、私は招待なので、こうまあ、そういうのが苦労なくてですね、こうずるずるやってるうちにですね、タイトル考えるのも遅れてですね、で、To be defined のままこう今日まで来てしまいましたが、一応こういう感じで、Toward Brain Aware Design というのを略だということで、無理やりこじつけてですね、お話ししようと思います。はい、松本幸宏と申します。よろしくお願いします。プログラミング言語 Ruby の開発者で、なんですけれども、まあ、Ruby の開発者、Ruby そのものの開発をしている人って結構たくさんいてですね、まあ、インタープリターを開発している人でも、例えばバーチャルマシンを作った笹田君であるとか、バグをこう他の誰よりも直す、こうもうもはや人間ではない中田さんとかですね、まあ、たくさんいらっしゃるので、開発者という言葉のこう重みがだんだん下がってきたので、最近 Ruby プログラミング Ruby 創始者みたいなことを言って、うざんくささが一層増しているっていう感じですけれども、で、今日はここは YAPC で、まあ、Yet Another Perl Conference ということで、まあ、ものすごいアウェー感があるんですけれども、で、アウェー感があるなと思ったんですけども、よくよく考えてみたらですね、私一番最初にこんな感じで人前で、こう、大勢の前で講演したのがですね、1997年の Perl Conference Japan が一番最初で、で、この時点ではその Ruby のカンファレンスみたいなのが開かれていなかったので、で、この時に、まあ、日本で、新宿だったかな。で、パールカンファレンスが最初1回目が開かれたときに、何を思ったか、二代さんがこう、ラリーの他にもう一人キーノートスピーカーを松本にしようとか言ったので、まかり間違ってですね、パールカンファレンスで Ruby の紹介をするっていう、こう、拷問のような目にあったんですけれども、で、それをなんとか乗り越えて、まあ、今の私があるみたいな感じですね、まあ、そういう意味では言うとですね、まあ、今日もキーノートありましたけれども、まあ、歌って踊れるプログラマー兼言語デザイナーのラリー・ウォールはですね、私のロールモデルであるというのは、まあ、当時から宿命づけられている感じがします。またですね、やっぱりこう、あ、ちょっと開業しちゃいましたね。ラリー、やっぱりラリーが来た2000年のパールルビーカンファレンス京都でやった、Linux カンファレンス京都で、Linux カンファレンスと同時閉鎖でやったんですけども、の時も、まあ、この時はですね、カンファレンスの名前に Ruby が入ってちょっと進化した感じがしますけれども、やっぱりそのパールの人たちと一緒にやってきた。ね。それから、2006年にヤプシーアジア東京の一番最初の時にもですね、忘れてたんです。すっかり忘れてたんですけども、私やっぱり喋ってですね、で、なんか、こう、なんだ、1.9 で、こう、多言語対応、マルチリンガライゼーションみたいなことを入れたんですけども、まあ、そういうのやりましたよ、みたいな話をしてました。で、今日ですけれども、ヤプシーアジア東京ですけれども、これでヤプシーアジア当面最終だそうなので、まあ、2006年は第1回なので、第1回も、まあ、最終回も登場するということで、割と頻繁にパールカンファレンスにお邪魔しててですね、引っかき回しているというような気がしないでもないですね。まあ、数年前、3年前ですけれども、Ruby 会議の方もですね、ファイナルとか言っててですね、去年着火に復活したので、ヤプシーアジアもですね、もしかしたら復活するんじゃないかなというふうに期待してるんですが、その時はまた来ようかなと思います。はい。で、まあ、そんなこともあるので、まあ、だいぶアウェイ感があるので、今回こそはですね、ちょっと Ruby の話は封印しようかなというふうに思ってきました。で、何の話をしようかなと思うんですけども、まあ、数年前 LT で用意したんですね、LT 用に用意したですね、パールに LCF を追加した話でもしようかなと。あ、これ、パールって LCF なんですけども、文法的にコンフリクトしてないので、LCF って書けるんですね。ちょっと、ソースコードをいじるとですね、5分のハックでできたので、これで LT しようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、あまりにもシャイなので、ちょっとできなかったっていう。これ2006年のやつでやろうかなと思ってできなかった話ですね。まあなんですが、まあ、その Ruby の創始者でない私は一体その何だろうかということを改めて自分を振り返ってみたときにですね、まあ私のこう根源っていうのは、まあ言語デザイナーではないかなというふうに思って考えたんですね。で、そういうことを考えたらですね、最近そのインテルとマイクロンがですね、3DX ポイントっていう
なんかすごく早いメモリーというのをこう発表しました。まあ、これ要するに高速大容量の不揮発性メモリーですね。で、そうするともし、まあ、これだとちょっとまだ足りないんで、3D エクスポイントだともうちょっと足りないんですけど、もし未来のテクノロジーで、DRAM と同じぐらいの速度と耐久性、読み込み書き込みの寿命がものすごく長くてですね、SSD の容量と不揮発性を持ったデバイスがもし登場したとして、誰どものコンピューターに搭載されるようになったとすると、今のコンピューターのアーキテクチャは大体 CPU があって、まあ、キャッシュをちょっと無視して、CPU があったとして、で、揮発性の一時記憶があって、まあ、DRAM メインメモリーですよね。でそれからその、SSD とかハードディスクとかの不揮発性の二次記憶があるという、こういうアーキテクチャがもう何十年もこうメインストリームであり続けたんですが、さっき言ったような、これだ、DRAM の速度と耐久性と SSD の容量と不揮発性を同時に持つようなデバイスが登場して、それがコンピューターに当たり前に搭載されるようになると、コンピューターのアーキテクチャというのはこういうふうになる可能性があるというふうに思ったんですね。つまり CPU があって、不揮発性の一時記憶があって、で、以上終わり。でそれあのわざわざこう電源落とすと消えてしまうような、DRAM を載せる必要はないし、逆にその、遅いこう SSD やハードディスクのようなものを、載せる必要もないというような未来が来るんじゃないかなというふうに思いました。その時に例えば、パソコンが、1TB の不揮発性のメインメモリがあって以上終わりっていうふうになった時に、で、その時に例えばどんなオペレーティングシステムやどんな言語が必要かということについて考えると、まあ、言語デザイナーとしてはですね、非常に面白いプレゼンテーションができるんじゃないかなと思ってですね、あ、よし、これだというふうに思ったんですけれども、と思ったが、で、スライドを準備して話をこう話のアウトラインを考え始めたらですね、まあ、15分分ぐらいで寝てきてしまってですね、でこれじゃダメだということで、まあ、ちょっとごめんなさい、この話は今度ですね、まあ、飲み会にでも参加した時にですねこうヨタ話として話しようかなというふうに、これだけ引っ張っといてこれかよみたいな話ですけれども、で、以上終わりというわけにはなかなかいかないので、もうちょっと別の話をしようと思います、まあ、その代わりですね、さっきの封印を解かないといけないえらそうなこと言ってて全然ダメですよね、本当に。で、まあ、こう今日もこの後質疑応答あるんですけれども、でその時にですね、よく聞かれる質問があって、で、まあ、松本さん Ruby を作りましたけれども、もし今新しい言語を設計したらどんな言語 にしますかっていう、 Ruby じゃなくて、全然別の言語をゼロから作る機会があったならばどんな言語にしますかっていう質問、意外とよく受けるんですね。で、まあ、Ruby に満足してるんでみたいな話をしてたんですけども、最近その、Ruby じゃなくて MRuby を作ったりとかですね、 2KBP の連載で新しい言語を作ったりですね、新しいことやってるんで、まあ、ちょっとその辺の話をしようかなというふうに思います。で、まあ、その中でですね、 Ruby の反省点、まあ、過去20年作り続けてきましたので、その Ruby を作り続けてた中での反省点とかですね、まあ、言い換えると悪口みたいなものをですね言えるかもしれないなというふうに思いました。あ、 Ruby の悪口ってですね、一番恨まれないのは私なので、どう考えてもで、コミュニティに角が立たない形で悪口言えるのは私だけっていうふうに思いますので、その辺のですね、こう自分のポジションをこう優位に悪用してですね、で、ちょっと時間を使おう潰そうかなというふうに思います。技術的にもっと面白い話とよそにありますから、別にご自由にどうぞって感じで、まあ、Ruby の悪い点というかですね、反省すべき点のうちの最大のものはですね、パールの影響ですね。なぜ拍手するかよくわからないんですけれども、まあ、Ruby 作り始めた1993年 でスクリプト言語としてデザインを始めたの で、まあ、その Ruby のロールモデルになるプログラミング言語いくつかあったんですけど、やっぱり一番影響が大きかったのは Perl だったんですね。で、Perl を置き換えることができるような言語を作ろうっていうのが最初のモチベーションじゃないな、ゴールだったんですね。で、そうするとですね、まあ、Perl からいろいろな機能を引っ張ってくるんですが、まあ、どう考えてもやりすぎたというのがところがいくつかあってですね、その最大のものはですね、ダラーなんとか変数ってやつですね。で、例えばですね、一番ひどいのはですね、ちょっと順番逆なんです。これが一番ひどい変数で、で、これ何かっていうと、まあ、皆さんパール使いなんてご存知だと思いますけれども、で、知らない？最近のパール使いは知らないかもしれませんけど、これ代入するとですね、
文字列比較するときに大文字小文字を無視するかどうかは指定できるっていう変数なんですね。でこれ Ruby も Perl も同じ意味なんですけれども、でそうするとですね、これ代入するだけでプログラム全体の状態が変わってしまうっていう非常に恐ろしい変数で、でそういう意味で言うとですね、こう変数1個代入しただけでプログラム全体がその挙動を意図してようが意図してまいが、こう問答無用でこう全部の状態を変えてしまう、でバグるっていう、こう使うに使えない変数なんですけれども、削るべきじゃないのか。で、でこういうのがですね、これだけじゃなくていくつか残ってるんです。取り込んじゃって、でもうすでにこう消すに消さなくてですね、過去20年来ちゃったんですけれども、でこれはですね、やっぱちょっとだいぶ反省点だと思ってるんですね。でやっぱりそういうこう、まあ、やりすぎたと、まあ、そのパールが悪い言語って言ってるわけではなくて、そのやっぱりパールにもこう歴史的にこうなんて言ったらいいかな、ちょっと間違った判断みたいなのが当然あって、で、Ruby も、ちょっと間違ったような判断があって、その間違った判断のうちのいくつかはパールの間違った判断を間違ったまま真似してしまったというところにあるんですね。で、2番目の反省点はですね、まあ、リスプの影響はちょっと大きすぎたなというところがあって、で、Ruby にはフィックスナムとビグナムっていう2つの整数があるんですね。で、フィックスナムっていうのは、そのマシンのポインターで表現できる大きさマイナス1ビットのサイズの、整数で、ビグナムはそれを超える範囲の整数を表現する、それぞれ整数クラスです。で、演算の結果、その計算の範囲がフィックスナムの範囲に収まるようだったらフィックスナムだし、それを超えるようならビグナムだと自動的に変換されるんですけれども、で、これっていうのはそのリスプから受け継いできたものですね。リスプのある種の処理系はやっぱり同じように小さい整数はフィックスナム、大きい整数はビグナムっていう形で使い分けをしています。まあスモールトークだとフィックスナムの代わりにスモールインテジャーっていうふうに言うんですけども、まあやっぱりリスプ界隈から来た文化ですね。でも考えてみたらですね、整数の大きさとかは別にあんまり気にすることがないので、これ全部同じでよかったんですね。インテジャーっていうクラスだけあって、でそれだその中でこう数の大きさがある程度の範囲を超えたら、まあ、勝手に内部構造が変わるっていうふうにして、ユーザーには見えないようにするべきだったんじゃないかなというふうに思いました。で実際ですね、Ruby 2.0 からあとはですね、64ビットマシンでは、フロート不動小数点がですね、ある一定の範囲内であればインライン化して、それを超えるとなんかヒープに割り当てるみたいなことを勝手にやってるんですね。でもクラスは同じフロートのままっていうことをやってるんですね。それで何の問題もなく動いているので、まあもし最初から設計するんだったら、まあ、リスプがこうやってるみたいな文化とか実装とかそういうのをぶっちぎってですね、インテジャーはインテジャーだみたいなふうにやっておくべきだったなというふうに思ってます。それと同じようなことがですね、ストリングとシンボルにもあってですね、で、そのストリングとシンボルの区別っていうのもやっぱりリスプから受け継いできて、シンボルはまあアイデンティファイアとか表現するために使うし、文字列は、まあ、文字列である何のことだ、文字列は文字列であるというふうに、区別してきたんですけれども、で、こうまあ、私自身が出自がだいぶリスプ寄りなの でそれ当たりずっと当たり前だなと思ったんですけれども、レールズの人たちはそんな文化もちろん持ってないわけで、そうするとですね、シンボルで来るものと文字列で来るものが混ざって大変とかですね、挙句の果てはですね、ハッシュビズインダイレクト発音できないインダイレクトアクセスとかいう、その、シンボルキーにシンボルが来ても文字列が来ても同じようにこうキーとして扱うみたいなクラスを自分で作ってですね、でもそれ Ruby で作ってるからあんまり早くないんですよね。で遅いとか言って文句言われて、どういうことだっけみたいなこう思ったりするようなことがあってですね、で何ヶ月かに1回ぐらいシンボルと文字列同一化しようみたいなリクエストが来てですね、真剣に検討するんですが、過去のプログラム何割か壊すからダメだみたいなことをしてるんですけども、昨日も今日も来ました。で、まあこの区別っていうのは、まあ、今入れちゃったからしょうがないんだけど、まあ、最初からこう考えてるんだったら、まあ、リスプやスモールトークがシンボルやストリング区別してるからっていうことはまあぶっちぎってですね、ストリングはストリング、シンボルはシンボルとして、まあ、似たような働きをするんだけど、ちょっと違うようなものとはできるだけ減らすべきじゃないかなというふうに思います。まあ、Ruby の場合似たようなものはプロックとラムダの間の違いもありますね。実はクラス両方ともプロックなんですけれども、プロックと呼んだときとラムダって呼んだときとで挙動が違うっていう、似てるのに違うっていうのは結構辛いですよね。まあ、事情はあるんですけども。で、まあ、結局ですね、使い分けを避けるっていうことをですね、まあ、もちろん Ruby は使い分けを避けるっていうことをずっとやってきて、で、他の
そのプログラミング言語に比べてクラスの数が圧倒的に少ないっていう、まあ、Java とかですね、あのコンテナクラス、 Java とか C++ とかコンテナクラス一体何種類あるんだよみたいな感じですけども、まあ、Ruby はそれに比べるとまだだいぶ少ないですけども、さらに少なくてもいいんじゃなかったかなというふうに思ったりもします。あと、まあ、Ruby 作り始めたのは1993年なのでもう20年以上前なんですが、その間にですね、やっぱりそのコンピューターのアーキテクチャって、そのさっきのこうなんていうか全部メインメモリーみたいな劇的な変化はなかったですけれども、それでもやっぱりそのこう微妙に変化、微妙、まあ、ある程度変化してきたんですね。で、20年前にこう基本的な部分が設計されたプログラミング言語っていうのは、そういう変化に対応することがなかなか難しいというのがあります。で、その最大のものはやっぱりマルチコアですね。で、20年前私が、当時だからユニックスワークステーションでこう Ruby 開発してたんですけれども、で、当時のコンピューターっていうのはやっぱり1台のコンピューターに1つの CPU があるっていうのが当たり前で、こう、ま、複数のコンピューターCPU が使いたければ、まあ、複数のコンピューターつないで、でスレッドとか、あ、ソケットとかで通信しなさいというふうなレベルだったんですね。で、なんだけど、こう今だと普通に電気屋さんで買ってきたコンピューターでも CPU が2台とか4台とか8台とか積んでて、最近だとそのスマートフォンの方が CPU が多いですみたいな話になったりとかする時代になってきてます。そうすると、まあ、普通のプログラム、あの普通のコンピューターでもこうマルチコア活用したいとかしなくちゃいけないみたいなことがどんどん出てくるわけですね。ところが、まあ、こうスレッド、まあ、大体スレッドにやってやろうというふうに思うんですけれども、まあ、スレッド政府はまだ人類の早すぎたっていう感じで結構つらいんですよね。で、例えば、まあ、こうそもそもこうで一度できたデータ構造を書き換えることができなければ、そういうあので、まあ、デッドロックみたいな問題は起きにくいので、で、そうするとイミュータブルデータみたいなことを使っているこうプログラミング言語、特に関数型のみたいなプログラミング言語の評判が上がったりとかですね、あるいはその、まあ、いろんなところでスレッドセーフじゃないところがあるので、それを守ろうと思って、インタープリタロック、まあ、これグローバルインタープリタロックっていって C ルビーにあるやつですけれども、で、グローバルインタープリタロックを入れて、で、皆さんこうスレッドを使ってもプログラム、あの言語がクラッシュしないようにしましょう、あとのプログラムをクラッシュしないように守ってあげましょうって親切に私たちやってると、でそうするとですね、いやこのグローバルインタープリタロックのせいでマルチコアが使えねえとか言って文句言われたりとかしてね、あの一度外してどれだけクラッシュするか見せてやろうかと思うんですけども、あのなかなかそうもいかないという現実があって、我々責められてつらいという感じですが、まあそういう感じでスレッドセーフを実現するんですね。大体スレッドセーフないやつはですね、外部の C ライブラリとかだったりするんですけれども、で C ライブラリの中でグローバル変数とか使ってると一発でスレッドセーフじゃないので、こう大体5以上の動作をするんですけれども、でインタープリタロックで守らなくちゃいけなくて、でインタープリタロックで守るとこうマルチスレッド使えねえって言われるっていう、こうなんか堂々巡りな感じがしますけれども、で、その一方ですね、まあ例えば Node.js とかがこうなんあのイベントドリブンモデルでね、スライシングでこう高速で実行したりすると結局マルチスレッド使えないわけですけれども、 V8 とかあの Node.js が使っている JavaScript エンジンが結構高速なので、こうすごい高速なので、そうするとみんなで、ね、Node.js 早いとか言ってマルチコアのことは全く忘れてですね、で俺たちなんかすげえダブルスタンダードみたいみたいな気がするするんですが、まあしょうがないって感じですね。で、まあもうちょっとマシなコンカレンシーモデルが欲しいなと常々思ってて、例えばアクターであるとか、シェアボロモデルって説明するの難しいですけれども、ラストっていうプログラミング言語が、まあ、モジュラが作ってる言語ですけれども、メモリ管理のために使ってるモデルに近いものを、こう、で、その、コンカレンシーモデルに使おうっていうアイディアがあります。つまり、そのあるオブジェクトを作ったら、そのオブジェクトを持っているスレッドはそのオブジェクトを変更することができるんだけども、他のスレッドはそれは見るだけで変更することはできませんから、持ってるスレッドだけが、こう、権限を持ってくださいと。で、よそのスレッドに渡すときに、変更する権限、所有権も一緒に渡してやると、そっちのスレッドで変更することができますというふうな、一度きにそのオブジェクトを変更することができるのは、一つのオブジェクトに限りますというモデルによって、コンカレンシーがもうちょっとマシな形で実現できるんじゃないかなというふうなことを検討しています。で、あと、これがちょっと話すんですけども、まあ、ストリームベースなモデルによって、プログラムを構築することによって、こう、デッドロックみたいなものを避けることができるかもしれないみたいな話をしています。で、こんないうコンカレンシーモデルは、もしかしたら Ruby 3.0 にですね、入るかもしれないというふうに思って、で、期待だけ煽って何年先やらっていう感じですけれども、まあ、そうなんですが、まあ、さっきも言ったようにこう、まあ、今日はヤプシーなので、どっちかっていうとその Ruby とは違う言語の話をしようかなというふうに思います。はあ、ちょっと休憩で、
まあ、さっきも言いましたけども20年前とは違うアーキテクチャが一般的になってきてマルチコアとかがこう一般的になってきてでそれからですね、高レベル抽象みたいなものが求められるようになってきました。で、普通の処理を普通に書く言語っていうのはもう世の中にいっぱいあるので、まあ、Java でも、Java でも Python でも Ruby でも Perl でもいいですけれども、まあ、普通に書くのはいいのでもうちょっと高いレベルで記述してで、普段は楽に記述できますと。もうちょっと難しいことを書くときには例えば C とか Java とか Go とかですねそういうのを使えばいいやみたいなこうアプローチっていうのはあるんじゃないかなというふうに思います。で最近その関数型言語はだいぶ台頭してきて、まあ、もちろんその70年代以前からですね、関数型言語っていう考え方はあるんですけども最近になってようやっとですね、まあ、普通のプログラマーがこう関数型言語にも手が届くようになってきたというところがあります。でやっぱりそのテクノロジーっていうのは温故知新みたいなところがあって昔やりました昔論文で発表されましたアイデアがその時はまあとても使い物にならないよって言われてたものが何年か経って揺り戻しが来てですねあやっぱりこうやってみたらよかったみたいなことがよく起きます。で例えばですね、Java のガーベージコレクション Java の登場によってガーベージコレクション一般的になってでみんなの使う言語がこうガーベージコレクターを持つようになりましたけれどもで、それじゃあガーベージコレクションは Java によって発明されたかったら全然そんなこともなくてで、1960年代からあの、まあ、リスプとかではガーベージコレクションを備えていたわけですね。ただ、リスプやスモールトークみたいなその一部のプログラミング言語以外のところでは、まあ、ガーベージコレクションっていうのは、まあ、遅い使えないみたいなことを言われてたんですが、まあ、Java がそうではないということを証明して普通の人がガーベージコレクションを使うようになりました。でそういう感じですね、アーキテクチャっていうかこの、まあ、あのプログラミングのアイデアやテクノロジーっていうのは振り子のようになるんですね。で、振り子の典型ではサーバークライアントで昔々は1台の大きなコンピューターが中央にあってで、周りは、ね、あの電話回線でこう端末って言われているこう表示だけできる機械がこうみんなその真ん中の機械につながってでそこで真ん中の機械で処理をしてでその結果だけ表示するっていうモデルだったわけですよね。で、国鉄のマルスとかいうシステムとかなんかそんな感じ全部そんな感じだった。で、その1台事業所ごととか、受付ごととかにコンピューターを置くのは現実的ではないという世界だったんですね。ところが、コンピューターが普及してどこにでもコンピューターがあるようになると今度はサーバークライアントモデルって、まあ、手前にコンピューターを持って処理のほとんどはそこでやるんですけれどもやっぱり中央のデータは中央に集めないといけないので真ん中にその例えばデータベースであるとかそのこう情報共有のロジック部分がサーバーにおいてで、サーバーと通信しながら処理のほとんどは、うん手前側であるみたいな、まあ、サーバークライアントモデルっていうのが一般的になってきたのは80年代から90年代ぐらいにかけてということです、ね、ところがですねウェブが台頭すると手元にあるのはコンピューターなんだけど手元にあるのは手元のコンピューターで動いているのはブラウザだけ で処理のほとんどはやっぱりこうサーバー側であるっていう、まあ、揺り戻しが起きるわけですね。アーキテクチャが変化することによってでインターネット時代の初期はですから、手元には端末じゃなくてブラウザーがあってで、処理はこう中央にあるこうデータセンターのコンピューターの中で全部行われるウェブアプリケーションって当時呼んでたのかな、まあ、CGI とかで全部やっていたという時代になったんですね。また中央に戻ってしまった。で、ところがですね、またこうブラウザーの技術が進歩すると、ブラウザーの中に JavaScript でプログラムをダウンロードできるようになるので、処理のほとんどがJavaScript で処理されて、で、サーバー、シングルページアーキテクチャみたいな感じで、こう手元には JavaScript アプリケーションが動いてます。で、データが欲しくなったら JavaScript が、例えば、XML RPC とかでこうサーバーの方に XML とか JSON とか情報を取りに行ってでそれ聞いてきたものでこう画面ブラウザの中でレンダリングして画面に表示しますみたいなアーキテクチャ本当にこう、中央で全部やりますとクライアント手元でほとんどやって中央にで情報集約だけしますっていうアーキテクチャっていうのはもう何年か単位で本当に行ったり来たり振り子のようにしてるわけですね。で、パフォーマンスと生産性の関係も似たようなところがあってでコンピューターが遅かった頃にはこうコンピューターのスピードのためには何でもやるということですね。だからプログラムをこう高速化するためには、まあ、当然コンパイルしますしコンパイルするだけじゃなくてたまにはアセンブラをいじったりとかしないといけないとか、まあ、そういうようなレベルでこうプログラミングをとにかく早く動かすための、ランタイムであるとか、コンパイラーであるとか言語とかが求められていたわけですけれどもところがコンピューターが十分に速くなってくるといやそれよりはむしろ人間がソフトウェアを開発するときの生産性の方が重要だというふうなことになってでそこに、注目することによって、まあ、より生産性の高い言語より少なプログラム開発規模が少ないことによって、まあ、早く安くうまく作れるプログラミング言語がいいということで、まあ、ライトウェイトライフレンスとかですね、スクリプト言語とか言われているタイプの、Perl であるとか Ruby であるとかが、まあ、すごく人気が出てきたというふうに、
振り子が逆の方向に振れるわけですね。ところが、みんながインターネットを使うようになって、なんかバズると、昔はスラッシュドットって言いましたけれども、なんかこう、一気にアクセスが集まって、で、毎秒何千アクセスとか、毎秒何万アクセスとかが出るようになってくると、今度はそういうところでやってて、で、じゃあ Ruby でいいやって言ってたはずなのに、でも Ruby でやってると、すごい。5時でアクセスが集中したときに、データセンターのコンピューターが、もうちょっと早いプログラミング言語、例えば、Java とか Scala とかで開発したのに比べて、データセンターのコンピューターが倍いりますっていう話になったら、データセンター予算が倍になるので、でとてもやってられないとか言って、例えば Twitter が一番最初全部 Ruby と Ruby on Rails でやってたのが、Scala の、今の何ですか、Finagle でしたっけとかに移行したみたいなところは、そういうところにあるんですね。そうすると、今度はまたパフォーマンスの、その全部ではないにしても、そのパフォーマンスが集中するようなハイトラフィックなウェブサイトではまたそのプログラミングの手近な生産性とか手軽に試せるかどうかよりも、こうより早いランタイム、より早くこう実行できる、よりパフォーマンスが出るプログラミング言語がランタイムが求められるみたいな感じで、こうプログラミングのテクノロジーっていうのはこう行ったり来たりしてるわけですね。で、そういうふうな行ったり来てる範囲内の中でプログラミング言語に関するニーズもどんどん変わっていって、でプログラミング言語を設計している人たちはもちろん今までのプログラミング言語を設計している人たちの Ruby とかだと、Ruby の場合そういうところにどうやって対応したらいいか、よりパフォーマンスを出すためにどうしたらいいかとか日々悩むわけだし、またそうやってそのテクノロジーアーキテクチャのバランスが変化した時っていうのはこう新しい技術が誕生するきっかけになりやすいわけですね。で、最近面白かったこの揺り戻しが、そのシェルスクリプトが再評価されるっていうふうなことがあって、で、マルチコア時代だと、シェルスクリプトで使おう、で、プログラムに書いてると、その、パイプラインをつなぐと、手前のパイプラインと後ろのパイプラインは違うプロセスなので、そうすると、マルチコアだと、違う CPU に割り当てられる可能性が上がるわけですよね。そうすると、そのインターリーブって、こっちのプロ、前段か、パイプラインの前段はこっちの CPU が処理をして、パイプラインの後段はこっちのパイプ、CPU が処理するみたいな感じで、こう、流れ作業が起きるので、そうすると、一つの CPU でプロセスを回るよりも、はるかに高速に、で、2台の CPU だったら2台。で、パイプラインが長ければ4つなり8つなりある CPU を全部使うことができるみたいな話があって、まあ理想論ですけれども。で、そうすると、シェルスクリプトが見直されてるんだ。で、そうすると、いちいち、その、デスクトップ、そのデスクトップアプリケーションのバッチ処理でデータベースにガンガンアクセスしているよりも、そのパイプラインを流す、データフローでパイプラインを流す方が、まあ効率が良いし、そのバッチとして処理が早いとかですね。あるいは、そのさっきも言いましたけど、パイプラインを実行することでマルチコアを活用することができる。で、なんていうふうなことが出るんだけど、まあシェルスクリプトを考えたときに、やっぱりそのプロセスって結構ヘビーなので、で、プロセスをもう大量に起動するって結構ヘビーなので、できればスレッドでやりたいとか、そのプログラミング言語として見たときにシェルっていうのはまあかなりこう、まあ、ひどい言語なんで。で、そういう意味で言うと、こう、なんか新しい言語の余地ってこの辺にあるんじゃないかなというふうに思ったんですね。で、もしその Ruby に近いポリシーや、Ruby の反省を生かした設計を持って、そして、その反省に基づいて Ruby と違う判断を持った言語というのがこの領域に出てきたら面白いんじゃないかなと思って、作り始めたのがストリームっていう言語です。E が2つなのがちょっと違うんですけれども。で、まあ、ストリームっていうのは、まあ、ストリームやフローに基づいたプログラミング言語ということなんですけども、で、プログラミングモデルとしてはこんな感じになります。まず最初に、パイプラインを組み立て、手続き的にパイプラインを組み立てて、で、そのパイプラインのうちを組み立てた後で、イベントループに突入すると、で、パイプラインをデータが流れていって処理が進むという感じの、プログラムモデルになります。だから、こんな感じが一番簡単な、ストリームのハローワードの代わりなのはキャットなんですけども、スタンダードインっていう、こう入力口からスタンダードアウトっていう出力口に対してパイプラインをつなぐということですね。で、これ、そのシェルとかだとこれで処理が進むわけですけれども、この時点ではパイプラインを作るだけなんですね。で、これ1行のプログラムですが、プログラムの実行が終わると、イベントループに突入するので、イベントループがスタンダードラインから1行読み込んできて、で、それを、スタンダードアウトに投げると。いうパイプラインができて、その、標準入力が、入力が、データが来る限り、イベントループが回り続けて、標準出力に出力するっていう感じの、プログラムになります。で、次のサンプルプログラムはこんな感じですね。TCP サーバーっていうのは、まあ、TCP のサーバーサイドのソケットを作る、関数になります。そうすると、サーバーサイドの、ソケットは、
なんだっけ、接続を受けると、クライアントと接続したソケットを返すって、ソケットのストリームになってるんですね。だから、シェルスクリプトと違って、文字列のだけがフローになるんではなくて、例えばソケットのようなものも、こう、ソケットが次々流れてくるようなストリームっていうのを作ることができます。8007番で待ち受けして、接続が来ると、接続した、なんだっけ、クライアントソケットが、次の、パイプラインの次に渡されるってですね。で、その続きですね、ブレースがあって、なんかあったんですけれども、これ、一番最初、S 矢印っていうのは、まあ、これ、引数になります。だから、まあ、これのブレースの中全体で関数リテラルなんですね。で、TCP サーバーから渡されたクライアントソケットは、S っていう名前に代入されて、次の本文にあります。で、S バー S っていうのは、クライアントソケットから、クライアントソケットに、同じものに対してパイプラインをつなぐっていう意味ですね。そうすると、クライアントソケットから入力されたものが、クライアントソケットに送り返されるっていうことになるので、これでエコーサーバーになるわけですね。で、ここね、この、8007番につなぐと、で、その8007番にこう書き込んだものは、それがこう戻ってくるという動きをします。で、これシンプルエコーサーバーですね。で、今度逆ですね。ネットキャット。サーバーソケットにつないで、で、それを標準入力から呼び込んだものをそこに送って、で、送り返されてたものをこう画面に出すっていうのが、これネットキャットっていうプログラムですが、やってですね。TCP ソケットっていうのはクライアントソケットを作る関数になります。ローカルホストの8007番につなぎました。さっきのサーバーにつないだと思ってください。で、標準入力から呼び込んだものをソケットに送りますと。で、ソケットから読み込んだものを、スタンダードと出しますと。で、これ、その順番に行われるわけではなくて、最初スタンダードインからソケットへのパイプラインを作りますと。パイプライン作っただけで終わり。次の行で、ソケットからスタンダードへのパイプラインを作ります。で、パイプライン作っただけで終わりと。で、プログラムが終わるので、イベントループに突入して、で、イベントループの中で、こう、スタンダードインから読み込んだものは、こっちにソケットに送る、ソケットから来たものはスタンダードに出すというのを、それぞれデータがある限りをこう続けるという処理を行います。ので、さっきも言いましたけども、プログラミングとしては、パイプラインを組み立てる処理、これですね、プログラムは、パイプラインを組み立てるっていうのがプログラムの役割で、そこから先は、実際の処理は、そのイベントループの中でこう今まで作ったパイプラインがデータを流れることによって処理が進むと。ですね、で、こんな簡単なプログラムしか書きませんでしたけれども、例えば、これでウェブサーバーとかも作るわけですね。で、リクエストを受け付けて、で、そのリクエストを処理して、レスポンスを作って その来たソケットに送り返すっていう処理をすれば、簡単なウェブサーバーを作ることができるし、で、そういうような形で、その、意外と多くの処理がですね、こういう感じのデータを流れましたパイプラインを流して処理を続けていきますという段階によって記述することができるというモデルですね。で、個人的にはこういうのですね、ピタゴラスイッチプログラミングっていうふうに呼んでるんですけども、英語だとリューブゴールドバーグプログラミングって、リューブゴールドバーグマシンっていうのがピタゴラ装置みたいな、英語版ピタゴラ装置みたいなので、で、こんな感じですね。だから、こんなプログラムで、ピタゴラスイッチの、こう舞台を作っといて、で一番最後にでスタートって言ってイベントループに入ると、なんかビー玉がコロコロコロって転がっていって処理が進んでいくわけですね。で全部のデータが流れ終わると、一番最後にピタゴラスイッチって旗が上がって終わりっていう、そういうプログラミングモデルです。で、これがね、いいんじゃないかと。まあ、ちょっと若い人だと、ルーゴールドバグってもわかんないんで、OKGO って言って、YouTube 検索すると結構こういうの、すごい面白い YouTube が見えるので、ぜひ探してみてください。OKGO 大好きなんですけれども。で、そうすると言語的にはですね、Ruby と違う判断をいくつかして、もうちょっと面白い、違うアプローチの実験ができるといいなと。まあ、結局遊んでるんで、で、そういうことできるといいなというふうに思ってます。で、例えばですね、Ruby だとエンドで終わるんですけれども、ブロックが。まあ、ブレースでも終わる、書く部分もありますが、大体こうエンドで終わってるんですが、さっきのプログラムを見ると、あれ？あ、これか。で、ブレースを使ってブロックをくくってるわけですね。で、これは、別に、まあ、正直言うとどうでもいい部分に関しては Ruby と違う判断をしようということですね。で、Ruby のエンドの一番いいところは、こう自分が今何の言語を書いてるかっていうのは一目で分かるっていうところにあるんですね。で、私は実は C プログラマーなので、みんな知ってるかもしれませんけど、Ruby よりも C のがいっぱい書いてるんですけども、で、でも Ruby プログラム書くこともあるんですね。知ってました？で、そういう時に、こう、
プログラムを見てるとエンドがいっぱい並んでると、あ、今僕は Ruby モードだって分かるし、でブレースが書いてあるとこれはこう 今は僕は C モードだっていうふうに分かるわけですね。で、たまにこう C++ とか Java とかのプログラムを見るとですね、こうモードが分かんなくて今僕は何モードにいるのか分かんないとかなるんですけども、私のライフスタイルである Ruby と C を切り替えるっていうと、今見てる今編集してるプログラムを見るだけで、どんなプログラムを編集、どんな言語を編集してるか一目で分かるってい こう非常にこう メンタル心理学的メリットがあるんですけれども、で、まあ、ストリームの場合はこうパイプラインを組み立てていくので見るからに言語モデルが違うので別に区別必要ないので、むしろこうブレースでいいやというふうに思って、ブレースを使ってます。あと、データが基本的にイミュータブルです。で、というのもパイプラインを流れているときってイベントドリブンでインターリーブして実行されるので、変数とかがいきなり書き換わったりとかするとこう、まあ、まずい動きをするわけですね。かといってああいう感じのパイプラインプログラミングであちらこちらにロックとかアンロックとか入れるの嫌なので、そうすると、まあ、イミュータブルと、データは基本的にイミュータブルであってロックとか気にしないというモデルの方が望ましいですね。もちろんその20年前 Ruby 作った時に、イミュータブルデータっていうのはあんまり一般的ではなくて、それ、まあ、一番気にしてたのは効率なんですね。で、ここに文字列がありますと、文字列をちょっと処理したらちょっと書き換えるだけでも文字列全体をコピーしてからちょっと削ったりとかいうことをしてると、まあ、すごいコピーが頻繁に発生するのでちょっとやってらんないなと、特に当時のコンピューター遅かったのでというふうに思ってたんですが、まあ、最近は、まあ、マシンは速くなったしメモリもいっぱいあるようになったし、さらにその、途中でなんていうの、部分的に書き換えたときに、書き換えられなかったところを共有するみたいなデータ構造とかも進歩してきたので、まあ、こういう感じでイミュータブルデータ構造を使ってもまあいいやみたいなふうになってきたっていうのは確かにあります。あと、エラー処理についてもちょっと工夫をしました。で、そのプログラミング言語デザイナーにとってこう近年エラー処理っていうのは実はホットなトピック で昔の C プログラミングはその明示的にエラーチェックをしていて、関数とか呼ぶとその戻り値 でエラーがとか分かるので戻り値をチェックして成功しましたか失敗しましたかみたいなことをチェックするんですが、まあ、毎回チェックするの結構しんどいん で、まあ、Java とか Ruby とかそれ以降のプログラミング言語っていうのは大体その例外処理を持ってて、で、エラーが起きると例外が発生するのでそこでこう、まあ、プログラムを中断しますと。で、明示的にエラーをキャッチとか、レスキューとかすると、エラーが分かるので、でそのエラー処理を行って復旧するみたいなことをやっていましたが、で、そうするとこうなんかメソッドや関数を呼び出すごとにこの手続き成功しましたかとかチェックしなくて済むのでプログラムの見栄えがですね、まあ、エラー処理に埋没しないという意味で非常によろしいというふうに思ってたんですが、まあ、最近はもうちょっと違う感じで、こう例外処理っていい点、そういういい点はたくさんあるんですが、逆にですね、プログラムがどこで中断するか予想できないっていう欠点があるんですね。で、そうするかといってその明示的チェックみたいにいちいち書くのも嫌だし、で、チェックしなかった時にチェックを忘れた時にですねだいぶ痛い目に遭うっていうことがあるんですね。で、そうすると、例えば Swift とかではですねオプショナルっていうのを導入して、戻り値が成功した状態か失敗した状態かを持ちますと。で、成功した状態を取り出すという時点でエラー の可能性についてコンパイラーが強制的に教えてくれるの でちゃんとチェックしないといけない、コンパイラーに強制されたチェックを行うというふうなアプローチを取る言語、また揺り戻しみたいな感じですよね。もうちょっと洗練された形で性的型による支援によって明示的チェックを行おうみたいな動きが出てきました。また、Go の方はですねオプショナルではないんですけれどもタッチを使うことによって成功か失敗を返すしコンパイラーがそのチェックしてないことを発見するみたいなアプローチをしてきていますので、エラーチェックのやり方っていうのは最近の言語ですね、またその例外やその昔みたいにこう読んだらチェック戻り値でエラーを報告すればいいやとから、例外上げとけばいいやというふうにトレンドが変わってきたのが再度ですね、戻り値によってしかも静的型の支援によって、成功か失敗かをチェックするようにすればいいやというトレンドが出始めてきています。で、まあ、オプショナルとかオプションとかメイビーとか、まあ、そんな感じのこう型によってそういうことを実現するというようですね。で、じゃあじゃあストリームどうするかっていうんですけども、ストリームさっきも言いましたけどやっぱりゴールドピタゴラプログラミングなので、デフォルト無視っていう非常にこう超乱暴なこうエラー処理を行いました。つまり、パイプラインを組み立てている間に発生したエラーは今まで通り例外が発生するんですが、いざパイプラインがスタートしてで
こうデータがパイプラインの上でデータが流れ始めると、そこで何かの事情で例えば入力するデータファイルが壊れていたとかで例外が発生したときに、でじゃあその行はもう知らんって言っても捨てる、でその次の行からまた再開するっていう風なモデルを採用しています。で、これデフォルトなので、まあ明示的なプログラミングやそれからコマンドラインオプションとかでなんかデータに問題があれば、例外を発生させるっていう風なモードに変えることもできるっていう風なこと形になってます。で、ね、デバッグしてるときにこういや実際こう無視だけでいいやって最初思ってプログラム書いてたんですけど、でデバッグしてるときにこう自分のプログラムに間違いがあったときもでエラーが無視されるので、なんかデータの出力が何もなくて、なんか終わりとか言われてはっとか思うことも結構あってですね、これちょっとモード切り替えないとやってらんないというふうなこともありますが、実際にプロダクションモードでデータを流してるプログラムはもう正しいことを確認してプロダクションモードでデータを流しているときにはデフォルト無視というエラー処理を採用しています。はい。であとですね、Ruby の反省を生かす設計としては、まあ、Ruby にも大クラス主義っていうのがあって、でできるだけ一つのクラスがたくさんの局面で使えるようにっていうポリシーがあるんですが、それにサラオンに推し進めて使い分けを減らしたいというふうに考えていて、まあ、より少ないデータ構造を提供しています。具体的にはですね、ストリームには基本的に、原則として高濃データ構造がありますというので、数値と文字数配列しかない。まあ、実際はそのパイプラインとかパイプラインとかソケットとかそういうデータ構造もあるんですが、まあ、基本的にあるのはこのデータ構造ですね。で、整数には普通整数とか、あ、違う、数値には整数とか不動小数点とかあるんですけども、もうみんな一緒で、誤差とかもとりあえず気にしないというふうな形になってます。で内部的には、整数だけ、整数と整数の足し算は整数になりますし、整数は整数で割り算すると不動小数点数になるみたいな自動的な変換が行われますが、内部構造は外に見せないと、変数である、あ、じゃあ整数であるか不動小数点数であるかみたいなのは外に見せないようにしてます。あと文字列も文字列とシンブルも完全に一体化していて、で Ruby みたいなコロン風みたいなものが出てきた時も、文字列リテラル、これは文字列リテラルであるというふうにしています。またですね、配列とハッシュとかオブジェクトとかですね、いろいろあるんですが、もうみんな一緒、みんな配列です。だからこんな感じで配列を書くことができますし、それからそのラベルをつけることができるので、ラベルをつけた配列というのもこんな感じ、これは配列ですが、1番目の要素を A という名前でアクセスできるし、2番目の要素を B という名前でアクセスできるという感じになります。またですね、一部の要素に名前をつけるということもできるようになっています。で、こんな感じなんですが、こういうようなプログラミング言語を、まあ、今作っているんですね。で、まあ、元々はですね、私は日経 Linux に連載をしてて、で作りながら学ぶプログラミング言語っていう、 こう連載をしてるんですけども、いくつかのプログラミング言語のを紹介したり、アイデアを紹介したり、実装のテクニックについて紹介したりとかしてたんですけども、2010年12月にですね、次の連載の次の回のテーマとしてですね、今のストリームの名前を決めて、で200行ぐらいのプロトタイプ、本当にこう200行ぐらいなので、こう文法、こんな感じの文法がどうかなみたいなチェックする訳記述が200行ぐらい、それぐらいのプログラム書いたんですけれども、それをですね、で手元の自分の GitHub のアカウントにアップロードしたんですね。200行ですよ、動かない、もう本当におもちゃ以前、ゴミみたいな感じのものをアップロードしたんですね。でこれ200行なんですけれども、そしたらですね、ハッカーニュースさんネットニュートのトレンドに上がってですねマッツが新しい言語とか、いや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 、ちょっと待ってよっていう感じで、ちょっとだいぶびっくりしたんですが、ある意味ですね、オープンソースソフトウェアの新たな知見を得たみたいな感じで、オープンソースソフトウェアって普通は動いてないソフトウェアをアップロードすると大体こうつまんないのでみんな無視してしまうんですね。だから、最初の一歩として、まあ、かろうじて動くソフトウェアがあって、それをみんなで寄ってたかって直すってことに成長するっていうふうに思ってて、実際 Ruby もそうだったんですね。最初1995年にインターネットを出した時に、とりあえずこう、まあ、バグはいっぱいあるんだけど使い物になるレベルでこうリリースしたら、そしたらバグレポートいっぱい来て、でこうよっしゃ、こうよっしょうがないなとか言って、みんなこう面倒を見てくれる形でコミュニティが成長してみたいなのがあったんですね。ところがですね、200行のもう動きもしないコンセプトだけのものを出してですね、バズるっていうのはですね、まあ、ある種末伝説みたいなところがあ、
まあだいぶ一段落しましたけれども、それでもですね、まあ、たまにこう質問とかですね、リクエストとか来たりとかするので、プログラムが動くより前にですね、ロゴコンテストが勝手に始まってしまうっていう、よくわからない世界ですが、まあそんな感じで成長していますが、まあ、現状これですね、GitHub コンマツドスラッシュストリームでソースコードダウンロードすることになります。簡単なサンプルが動くようになりました。っていうか、200行とかで放置してたらですね、マッツンさんっていう人がですね、松本康弘さんっていう人がですね、松本が多くて紛らわしいんですが、弟ではありませんで、がこうどんどんこうパッチを送ってプロリクエストを送ってくれてですね、なんかこのプロリクエストを動くと、ま、プログラムが動くようになりますとかですね、このあれとかですね、あと自分のリポジトリでですね、ストリーム互換のプログラムが動く、処理系作りました、名前はストリームとか E が1個多いやつとかですね作ったりとかですね、なんかこう本当にこう自分の想像を超えた範囲で広がってる感じですけども、で、まあ、とりあえずパイプラインを作ってイベントループを回すこともできますし、基本的データ構造もいくつか用意しました。でさっき挙げたサンプルプログラムみたいなものも実際に動きます。それからまあファイル IO やソケット IO やそれから CSV のパースみたいなのもできるんですね。だから CSV データを呼び込んできて、でそれをこう読み込んできたデータをさっきの配列みたいなもの、ラベル付き配列みたいにして、で次の処理に進めるみたいなこともできるようになっていますが、まだ不完全なので関数定義もないしクラス定義もないし、まあ、実際こうさっきのソケットや CSV 処理以外にはライブラリもろくにないっていう感じで、まあ、正直言うと使い物にならないので、まあ、実用は遠いなっていう感じですが、ただですね、やっぱりその新しいテクノロジーバランスに合わせて新しい言語を作って、それをどういうポリシーで作るのかとか、そういうことは非常に面白いので、まあ、ある意味その言語デザインの教材みたいな感じで見ることはできるんじゃないかなというふうに思いますし、そしてその、いざですね、こうストリームがもか、まあまあ、ずっと開発続けるつもりではいるので、でそれがこう実用レベルに届いたときにはですね、まあ、こう結構明るい未来があるんじゃないかなというふうに思ってて、で例えばですね、まあ、小規模のデータ分析、手元のコンピューターで処理できる範囲内の、かなり大きめの例えば CSV ファイルがあって、それに対してストリームベースで統計処理を行ってなんとかみたいなことは多分できるようになるというふうに思いますし、それからそのシンプルなウェブサービス、特にそのリクエストが来てそれを、JSON とかで返すような非常にシンプルなタイプのウェブサービスとかいうのは勝手にこう多重化もされますし、結構いい線いくんじゃないかなというふうに思います。でそういうことを考えてみるとですね、すごいシンプルなプログラミングモデルで、ピタゴラスイッチプログラミングをすることによって意外と広い応用範囲があるんじゃないかなというふうに思います。まあ、イベントドリブンプログラム、フローベースプログラミング、そして、まあ、モドキではありますが、まあ、一種のリアクティブプログラミングみたいな感じですね、にも作ることができるようになるんじゃないかなというふうに思っています。はい、でまとめると、まあ新言語の余地はいつもあるんですね。で、まあ、私自身は昔すごい若い時からプログラミング言語に関心があって、いつか自分のプログラミング言語を作りたいと思ってて、まあ、それが Ruby につながって、まあ、それがこう Ruby 作っただけでは飽き足らず他の言語も作ってたりしてるわけですけれども、まあ、その新しいテクノロジーバランスが変わった時に、あで新しい技術やツールや言語の登場する余地はいつもあるわけですね。でだから環境の変化っていうのはその新しいテクノロジーを生み新しい言語を生むということですね。そしてさらに大事なことはその言語デザインが非常に楽しいということですね。で今言ったように、あやってみて、あ やっぱり失敗だったというふうにして、で、それを新しいチャレンジにつなげるっていうのは、まあ、プログラミング普通のプログラミング開発と同じ楽しみも当然ありますし、そして何よりも人間がそのプログラムを見たときに、どういうふうに感じるかというところは、まあ、ユーザーインターフェースや、まあ、なんかユーザーエクスペリエンスにつながるような UI、UX につながるようなこう楽しみも当然あるわけですし、そしてですね、人間に合わせるとですね、大体機械には辛いことになるので、その機械に対しての重い負荷をですね、いかに効率よく実行するかっていう技術的チャレンジも同時に発生するわけで、でそれはそれで楽しいことだというふうに思いますので、まあ、ストリームっていうのは非常に面白いので、ぜひ皆さん一緒に遊んでいただければなというふうに思っています。はい、で今日はどうもありがとうございました。ヘロクとかフラフデとかでそういう言語開発をしてらっしゃるんでしょうか。
はい、ヘロクでその言語開発をしているかっていうと難しいところですね。私はヘロクに雇用されているので、そういう意味で言うとヘロクで開発しているわけですけれども、業務命令を受けてないので、ヘロクの業務命令で言語を開発しているわけではないです。で、あと、ヘロクの会社内でじゃあヘロク専用言語みたいなものを作ってるかっていうと、そういうことをしている人は他にもいませんっていうことでいいですか。っていうのは、なんかヘロクを何回かしているというわけではなくて、なんか、まあ、すごく自由に時間を使って言語開発したりしているという。はい、そうです、自由時なので。2時10分までなのでたくさん時間はありますか。あっちでね、手を挙げてくれた人がいて、あっちがだいぶ早かった。はい、失礼しました。大丈夫、木村さんその次ね。面白い発表ありがとうございました。Ruby の言語設計でだいぶ間違ったところとかが多いというお話を、海の上の方から聞いて非常に面白かったんですけれども、そんな方が最近、Ruby のシンタックスを踏襲した言語っていうのがほぼほぼ出てると思うんですね。僕も最近、その Elixir っていう RAM の派生言語とかもちょっと遊んでみたりとかしているんですけれども、そういった自分が作った、文法、まあいいところ悪いところを直したいと思ってたのにと思いながらも、どんどんそういったものが継承されてみんなに使われていくっていうところについては、どういうふうにお考え思われていらっしゃいますか。はい、まあ、Ruby の文法を継承した言語が登場しているときにどう思うかって話ですけれども、まあ今日はね、悪口の方が多かったので、で、Ruby ダメダメ言語に聞こえるかもしれませんけれども、実際問題として 99.8% ぐらいの Ruby はいいので、でそうするとこう Ruby を真似した言語っていうのは大体そのいいところからコピーしてくれているので、まあ、こう私としてはこう私のアイディアを真似してくれて嬉しいという感じですね。でもしですね、例えば、まあ、Elixir とか Crystal とかですねありますけれども、そういう言語が Ruby のさっき言ったダメみたいなところまでコピーすると、まあ、結構まずいなと思うんですが、幸いですね、そういうところは彼らも気がついて、これをやまれるのやめとこうみたいになってるみたいなので、で、その辺についてはそんなに心配はしてないです。ありがとうございました。じゃあ次こっち。Ruby の設計について話せてるなっていう話がありましたけども、例えばですね、クラスの名前で自主的なデータを発信したじゃないですか。あれについていろいろこう周りから出て言われることがあると思うんです。その辺について思うことは、ハッシュっていうデータ構造についてどう思うかっていうのが質問なんですが、それに対する答えは聞こえないっていう感じですね。実際問題として、まあ、ハッシュっていうのはハッシュっていう名前を最初につけたのは、まあ、ラリーでありパールの人たちなので、どっちかっていうと彼らに言ってくださいっていうふうですね。で、語源的にはハッシュっていうのは切り刻むっていう意味しかなくて、ハッシュテーブルっていう意味はハッシュを使ったテーブルなので、テーブルの方を略すと意味がないじゃないかっていう指摘は誠にもってもっともなんですが、ハッシュテーブルは長いので、でまあ、この縮め方はですね、ウィキペディアはウィキと訳すようなものではないかなというふうに思ってます。だいぶ諦めてきました最近。ありがとうございます。他に質問ある方は挙手をお願いいたします。あ、どこ。あ、すいません、並行して処理をするということについては、並行して処理されたものが後で、同期してまとまった結果になるというところで同期というのがあって、CSP モデルとかいうものが前提となってスクリプトと考えられていると思うんですけど、 Go には割とチャンネルみたいなところで明示的に同期をする仕組みがありますが、その明示的に同期するというのはプログラミングに対して本質的に必要なのか、それとももっとなんか演算すると自然になるみたいな形で
考えなくても自然にできるようになるべき言語の設計みたいなものがありそうな気がしていて、なんかその辺ちょっとお考えを聞かせてください。はい、ですね、一般的にはその1個のイベントで発火したものがこうずっと流れて出口まで行くっていう風なプログラムになりがちなので、その複数の元から来たものがこういろいろ混ざり合ったりみたいな形とか、あと Go でやってるみたいなチャンネルでばらまいていろんなこう Go ルーチンがチャンネルで通信してみたいなプログラムスタイルにはなりづらいっていうのがあります。で、じゃあそれだと書けないプログラムモデルがあるじゃないかっていうのは実際はその通り であんまりこう難しいこうなんていうんですかね、インタラクションが発生するようなものっていうのは花からストリームの対象外ではないかなというふうに思ってはいます。ただ、今日は説明しませんでしたが、例えば複数のストリームのデータを混ぜて、例えば整数を発生するストリームとそれから、文字を読み込んでくるストリームと混ぜて行番号をつけるみたいな処理っていうのは、できるようにはなあのできるあのプリミティブを作る予定があります。実はまだ作ってないんですけども作る予定はあります。でそういう形 そのシンプルな、ジョインみたいなジョインとかジップとかみたいな処理っていうのはあるんですけども、任意のシステムですよね。たくさんゴルーチンを出してそのゴルーチンの間でこうなんかあのチャンネルでこうタスクを回していってこうすごい複雑なこうチャンネルのネットワークができるみたいなプログラムっていうのはストリームでは書きづらいと思いますし、多分それは対象外ではないかなというふうに思ってます。自然にできる範囲を相手にすることでシンプルにしたいという感じ。はい、そうです。他に質問がありましたらあ、そうですね。だから大事なのはノーテーションだと思ってます。じゃあ見た目側をこうシンプルにしてっていうような方が、今回のストリームの目的。そうです。はい。見た目のシンプルさはストリームの主眼です。あと、さっき あのエコーサーバーの例とかだと途中で突然こうパイプラインを実行時に作るみたいなこともできるので、そういう意味で言うと、モナードでやるのはちょっと面倒くさいところもあるかもしれない。もで、そうね、似てるけどちょっと違う感じですね。ありがとうございます。他に質問ある方でしょうか。次は。僕結構 Ruby が好きで一度質問する機会があったら聞いてみたいなと思ってたんですけれども、はい、Ruby の構文って結構いろいろと僕的には気持ち悪いところとかもあって、例えばメソッドを読み出しても奇数の括弧が省略できるとかで非常に書きやすくていいんですけど、その分結構いろんな細かいマナーみたいなものが発生してしまうと思うんですよ。でそのあたりは今日Ruby の悪い点には特に挙げられてなかったので、多分いいと思ってもちろん設計されてると思うんですけど、そういうところってどういう設計思想で構文決められてるのかなっていうのをちょっと気になって聞きたいなと思ってます。どういう設計思想でっていうと、なんだろうね、あと括弧を省略できた方がこう読みやすいプログラムがある局面があるよねっていうふうに思って設計したのが確かですね。で、気持ち悪いって言われてる部分は、例えばですね、 A イコール負の括弧がなくて引数が3つ並んだような書き方ができたりとか、でそういうようなところは結構気持ち悪いんですが、正直言うとあの辺はやりすぎたなと、エラーにしとってもよかったなと。A プラス B とかあったときに、はい、A プラス B のプラス B の間に、空白は入っているかどうかで、プラスが単個演算子なのか、もしくは2個演算子になるかみたいな、多分分かれちゃうと思うんですよ。で、パーサー的には非常に気持ち悪いなと思うんですけど、そのあたりを押してでも、ああいう設計にしてるのって、なんかやっぱり理由があるのかなと思って。そうですね。
こう実装を見る人は気持ち悪いですけれども、でも書くとこうそうとしか読めないので、まあそう読める場合はそう解釈してあげた、こうコンピューター側が苦労してもそう解釈してあげたいなというふうなのがありますね。ありがとうございます。割とそのこの業界ってコンパイラーの気持ちになってあげられる人が多くてですね、共感能力高すぎだと思うんですね。でその、まあ、さっきもこうなんかこうあのパーザーが気持ち悪いとかですね、レクサが大変とかおっしゃる方があって、すごいこうコンピューターに対する共感能力高いなといつも思うんですが、私どっちかというとコンピューターこき使う方なので、お前働けって、俺は一緒らんとかっていうふうに思うんですが、まあそれぞれですよね。あ、どこどこ。最近動的多発性の言語で大規模な研究が書かれるようになってきて、まあ、JavaScript だったら TypeScript が出たりとか、Ruby の中 3.0 で TypeScripting みたいなシンタクスが入るみたいな話とかもあったと思うんですけど、その辺についてどう思っているのかということをちょっと、っていうのはコンパイラーにとってまさにこう最適化のために働かせたりするんですけど、コミュニティとしては実際にはIDE支援が欲しかったりとかして、そこら辺のズレがあるので、コミュニティの方で期待します。はい、型の話をします。また Ruby の話に戻るので若干恐縮ではあるんですが、こう型が欲しいっていうのはよく分かるんですね。で、例えばその、まあ、さっき言ったようなその ID で保管するときに型情報があった方がより正確に保管できるとか、それから、まあ、間違った型で呼び出したときにこうなんかアンデファインドメソッドみたいな形で自己エラーが出るよりは、こうこの引数はその方は受け付けませんみたいにコンパイル時に、まあ、止まってくれた方がよっぽど嬉しいし、間違いなくエラーが発見できるの でそういう嬉しさについては、まあ、もちろん我々も認識してるわけですね。 ではあるものの、同時にそのもう一つはその本来的にそのなんかこうプログラムであんまりたくさん書きたくないわけですよ、怠け者なので。でそうするとこの10行のプログラムで型を書くとかいうのってありえないっていうふうに思ってるわけですよね。で究極的、まあ、現時点ではまだできないんですけども、究極的にはそのエンドユーザーのプログラムを書くのは、まあ、10行とかこう10行とか20行とかプログラム書いたら目的のプログラムができるように、ライブラリなりフレームワークとか言語とか支援してほしいというふうに思ってて、でその理想に対してですね、毎回型を書かなくちゃいけないっていうふうなところっていうのは、理想に反するので、で型書きたくないんですね。まあ、絶対に型を書きたくないでござるっていう感じなんですけども、でそういうのもあるので、タイプヒンティングっていうのはタイプの書いてそれをヒントにするっていう意味なんですけれども、もうちょっと違う形にソフトタイピングって我々呼んでるんですけれども、そのまあプログラムの字面の中でそのこの変数に対してどんなメソッドを呼んだかみたいな情報を記録しておいて、でそうするとこの引数として渡されたでオブジェクトに対してこのメソッドこのメソッドこのメソッドを呼んでますという情報から、じゃあきっとこのオブジェクトはこれこういうような振る舞いをしなくちゃいけないっていう情報を覚えておいて、でメソッドを呼び出した側の時に、引数に指定した時に、あなたはこのオブジェクトを指定しましたが、このオブジェクトにはこのメソッドはあのメソッドはないので、エラーですみたいなことをこう、なんていうかプログラムのグローバルな静的解析によってある程度支援する。でただやっぱ推測なので全部が分かるわけではないので、でそうするとその、まあ、分からないところは今まで通りに動くという感じのものを目指して、まあ、今ちょっと実験したり構想を練ったりとかしている境でいつになるか全然分からないんですけれども、そういうような形の、型支援ですね、分かる部分については教えてくれるし、その教えのプログラムを解析して作った情報はどっかのデータベースに入れといて、例えば、なんだっけ、コードコンプリション、コード保管の時とかにも使うことができるみたいなものを目指してはいます。はい、であとは、これもまた構想段階なんですけども、ストリームについて言うと、そのパイプラインを組み立てていくときは、さっきも型して全然ありませんでしたけれども、動的型として動くんですが、実際に動き始めた時点で型情報でパイプラインを一番最初に流すみたいなことを考えていて、例えばその CSV ファイルを読み込んできました、解析しましたと、この CSV ファイルは、5つの要素があって、3番目と5番目が、整数ですみたいな情報を型として流すっていうふうに。で後ろの方はだから5要素の配列、3番目と5番目が配列っていうデータを受け取った時にちゃんと動かないと、エラーになるっていうふうな、
ものをちょっと考えています。だからダイナミックとスタティックのちょっと合いの子みたいな感じのタイプシステムが、まあ、ストリームだと作れるんじゃないかなというふうに思っています。はい、なんかすげえ長く話しましたけど、そんな感じですね。はい、なので、あと追加ですが、タイプスクリプトとか DART みたいな、型宣言をプログラムに入れるみたいな変更は、Ruby にはこう将来的にも入らないと思います。ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいますでしょうか。新しい言語を作るときとか、既存の言語 Ruby とか、まあ、スクリーンとかに機能、まあ、ちょっと変わった機能を入れていくときなんかのインスピレーションみたいなのがどこから来るのか聞きたくて、例えばそれは他の言語でこういう実装、こういう機能が提供されたんだから入れていきましょうっていうことなのか、さっきおっしゃったみたいにテクノロジーのそのバランスの変わったからそれを入れていくよっていう話なのか、もしくは、まあ、単にユースケースとしてこういうのあるからできたいよねってなのか、もう多分別のものかっていうところを知りたいです。まあ一つっていうのはあんまりないので、プログラミング言語設計するときのインスピレーションはどこから来るかっていう質問ですが、それは、まあ、本当にさまざまとしか言いようがなくて、で、そのプログラミング言語を一番最初に一発作るときっていうのは、まあ、どういうジャンルにするかみたいなところなので、その辺についてはなんていうかテクノロジーの、まあ、大きな絵みたいなものを見て、でここに作るといろいろ面白いことができそうだっていうふうなことを思いながら始めるわけなんですけれども、で、まあ、言語がある程度成長して、でその中でどんな新しい機能を入れようかみたいな話になった時には、一番楽なのはやっぱり他の言語が実際に作ってもうこう役に立つって証明されているものを取り込んでいくのが一番楽なので、こうちょっとイージーウェイとしてそういうところをインスピレーションすることは結構ありますし、で、それから、なんかこう、まあ、例えば Ruby とかの場合だとユーザーが多いので、いろんな使い方をして、でこういう Ruby こういう使い方したらこういうところが遅かったとか、あるいはこういう使い方したらこういうところで困ったみたいなこうリクエストがいっぱい来るの でそういうのを見ながらそれを解決するにはどうしたらいいか、でそれをその、解決策に即飛びつくんではなくて、それを根本的に直すにはどうしたらいいかみたいな観点で考えて、こう新しい機能 やライブラリをデザインすることも結構あります。で、あとそういう点で言うと、そのこう普段見ているこうなんていうかブログとかツイッターの中とかいろんなものの中で、頭の片隅でじゃあプログラミング言語こうについて、このアイディアからプログラミング言語についてどういうアイディアにつながるかみたいなことを頭の片隅で考えていることが結構たくさんありますね。一応言語デザイナーなので、職業的言語デザイナーなので日本人多分唯一の。ありがとうございます。他に質問ありますか。ない。貴重なお話ありがとうございました。言語デザイナーっていうところの仕事で。自分で勝手に言ってるだけですけど。最後にその楽しいっていうおっしゃられる。はいはい。思い出に残ってる楽しい瞬間、なんだろうね、作り始めてから半年ぐらい経った時に、プリントハローワールドって言ったらハローワールドが出た時にはすごい感動してですね、僕は多分日本で今一番長い時間かけてハローワールドを出した人じゃないのかと。いうふうなのはちょっと感動しましたね。あと、他の人から来た提案の驚きみたいなのもあって、で Ruby 一番最初その1990年代とかだとシフトリスト EUC だけ対応したんですよね。そしたらある日こうメールが来てですね、でっかいパッチがついてて、でこれを当てるとユニコードに対応できますとか言って、そんなことできるわけないじゃんと思ってやったら動いて、でいやこう僕ね、Ruby 言語デザインしてほとんど全部当時だとほとんど全部実装した人が無理だって思ってることをなんかさらっと実行してみてる人がいて、これすげえとか思ったことはありますし、でそういうその、自分の作った言語に自分のこう想像もしなかったような可能性が開けてるのを見た時に、まあ、その楽しさとか驚きとかがありましたね。はい、でまあ、それが後の何だっけ Ruby1.9 のマルチリンガライゼーションにつながったりとかするんですけど。
ありがとうございます。まあ、一応いろんなキーロードとかで話をしているのは、じっと入れたいっていうのと、それからコンカレンシーを何らか入れたいっていうのと、さっきのソフトタイピング、ある種のタイプシステムを入れたい、を入れたいっていうのを話をしているんですが、まあ、なんか一応昨日になっていきなりリテラルをイミュータブルにしようとか、じゃあついでにシンボルもとリテラルを一致させようとか、なんかいろんなのが昨日になってきてて、ちょっとドキドキしてるんですけども、まあ頑張ります。じゃあ今言ったのを誰かが作ると、なんか 3.0 の目玉機能だいぶ水が高い。そうですね、はい。で、先々週でしたっけ、なんか IBM の人がですね、JVM の経験をもとにこう C Ruby に JIT とか入れたいんだけどみたいなことをこう発表してですね、で事前に何の根回しもなくてですね、こっちとかびっくりしてるんですけれども、で本気ですかとかですね思ったりとかするんですが、そういうのがこう、いや天下の IBM のコードが C Ruby に入る日がもしかしたら来るかもしれませんね。はい。ありがとうございます。残念ながら時間になってしまったので、質疑応答をこれぐらいとさせていただきます。松本さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。